うがいたんくんちょっとお呼び出しします。今日も暑いですね。どうなんやろ。でも最近ちょっと涼しくなってきたけどね。お腹が空きました。今作ってたよ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。じゃあ見てパッと見、あーくっそ友達マークだっためっちゃハートマークだと思ったのに。もう怒っとるよ。しかももうどうした、ねむちゃん、誰と喧嘩をしたの。いきなりの喧嘩。はい、ごめんね。何、私に対しての怒りかい。アスム、何をやってるんだ。ママ、落ち着いて、落ち着いて。さあ、それじゃあ、ちょっとね。ガトーショコラでも食べて、ほら、落ち着いて。落ち着いて、落ち着いて。お、結構美味しかった。よかった、よかった。おー、ご機嫌になってくれたかな。よかった、よかった。まあね、ほら、アスムとは絶対合わんよね。ネムちゃん、超苦手なものが宇宙食やもん。で、アスム超大好物が宇宙食やろ？もうそりゃあね、もう全く合わんわ。さあ、どうだ？仲直りできるのか？この間はごめんなさい。どうすか？許しません。許せよ。何やってんだ。何をやってんだ、アスムは。かわいそうに、ネムちゃん。うまくいきませんでした。まあ、ほら、そのうち、あっちから謝ってくるから、確実に。気にしてはいけない。気にする必要はないよ。いやー、ネムちゃんがすごい落ち込んでる。かわいそうじゃないか。何をやってるんだ。はい、それじゃあ、結果の3。入るよ、入るよ。抹茶ケーキを頭に乗せて。一週間ぶりですね。お久しぶりです。風邪もひいたりしてませんでしたか？全然大丈夫よ、余裕。何か可愛い帽子が欲しいです。可愛い帽子？それも十分可愛いと思うけど、嫌だった？え、嫌だったの？クロッシュは？クロッシュも良さげ。あ、ダブダブニット帽にしようか。模様が素敵な手編みニット帽。寒い冬には手放せない。これで。どうすかね。お、いいんじゃないの？まあまあ気に入ったようです。お、よかったよかった。そしてレベルアップ。はい、それじゃあ道具で、何がいいかな。ノートパソコン。はい、どうぞ。道具、ノートパソコンをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。何でしょう。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。私、年下から慕われるみたいです。いいことやね。いい先輩なんやね。年下から慕われる。はい、オムライスどうぞ。いただきます。ほいほい。私は年下にも思いっきりタメ口を聞かれるけど。でも生意気な感じじゃなくてめっちゃ友達っぽい感じやけん全然いいんやけど。はい、それじゃあ。何？何の拍手？何の拍手なの？ノートパソコンというものを見たことがないの？あれ？いなくなったんだけど、出かけた？出かけました？はい、じゃあ、アイナちゃん入るよ。アイナちゃんこの帽子めっちゃ似合っとるな。ね。遊ぼう、遊ぼう。全体のふわっとした雰囲気がすごい合ってる。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。スンとしている。くっ。いやー。こっちとかやってみたりして。へっ。へっ。どういう表情かわからない。こっち。あー、ダメだった。次はこっちを。よし。結構続くな。これは。はい。こっち。やったーやったー、ババ抜きを制したのは私。おめでとうございます。どこまで続くかと思った。一つだけあげます。はいはい。それが選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝たわしをもらいました。ありがとう。
一つでも気にしてたら何にもできません。ね、多少何も気にせずにいろいろやってみることも大事だ。それじゃあね、フライパンで料理をお願いしようかな。美味しく作ってみせましょう。お願いします。何作ってくれるかな、あいなちゃん。ご飯？何？焼き飯？オムライス？なんだ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 。あいなちゃん女子力高そうやけんな。お、海鮮エビピラフ、エビピラフ。え、普通に良くない？ねえ、めっちゃ普通にいいやん。美味しそう。お粗末様でした。いえいえ、もうほんと、いいものを作ってくれてありがとう。いいものを作ってくれてありがとう。普通に美味しそうよ。これは成功やね。やっぱり女子力高かったか。はい、それじゃあ、びっくりした。なんかと思ったら、ネムちゃん落ち込み中や。はい、それじゃあ。お、浜辺に誰かが。何？誰？今度は。ちょっと来てもらえますか？また？また大吉くん？また大吉くん、大吉くんの名前を覚えたよ。ユニポンちゃんどうしたん？フリフリやね。フリフリやね、格好。どうしてくださいまし。はい、それじゃあちょっと浜辺にいる誰かを見学、観察。まなりさんや。なんか超不気味じゃない？なんかホラーじゃない？カンニャのお面をかぶってこっちに近づいてくるマナリさん。怖いわ。なんか気づかれたらおしまいなような気がする。はい、それじゃあ喫茶店。これはゆうやさんかな。ゆうやさんやね。優雅なひとときを。いいね。コーヒーを飲みつつ優雅なひととき、まったりゆったりと、そういう時間も必要。はい、それじゃあちょっと一軒家の方見ていこうか。お、ガイタンくんとネムちゃん。お、いいねいいね。なんでそこで積み木？あれかな、目の届く範囲で遊びなさいみたいな感じかな。ありそう。ガイタンくんちょっとお呼び出します。今日も暑いですね。どうなんやろ。でも最近ちょっと涼しくなってきたけどね。お腹が空きました。今作ってたやん。え、今作りよってやん。それ食べるやつやろ。はい、トウモロコシ。お腹が空きすぎてちょっとご飯前にちょっと何か食べとく。結構美味しかったようです。よかったよかった。アユナのそっくりさんを見ていると優しい気持ちになります。私は赤ちゃんじゃないよ。自分の子供を見て優しい気持ちになりな。なんか喋りより喋りより。いいねいいね、かわいい。めっちゃかわいいんやけど、癒されるわ。親子っていいね。あ、ここもや。ここもや。でもなんか家の中の感じこっちの方が好きかも。何？失敗した？大丈夫？りんちゃん。大丈夫ですか？もう今はもうみんなご飯の準備をしてる時間なのね。で、家族団らん。いいね、いいね。楽しそう。お、ここは夫婦で料理を。びっくりした。そこ子供もいたのね。私もいるよって感じで出てきた。みんな料理しよる。でもなんか旦那さんが料理しよる家と、夫婦で揃って料理しよる家と、旦那さんが料理しよるときに子供を見つつみたいな。いや、みんな家家族だな。ここは砂場で遊んでるのか。家族での様子めっちゃ癒されるんだけど。ここはね、まだ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 ちょっと結婚したばっかりで新婚さんだから。ラブラブだな。はい、それじゃあ、おい、ゆうぴーちゃん入るよ。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。あ、くそ、騙しか。
私はストレートにこれを取りなさいと。イエイ。次こそ。あー、またまたなの。次こっちをあげとく。へ騙されるね。あー、もう何も反応がない。こっちで。やったね。ちょっと表情で読み取られるけん、なんとか平静を装そうと思ったのに無理だったみたいな。はい、中くらい。お宝、虫眼鏡をもらいました。ありがとう。はい、そしてカレーライスでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。お、結構美味しかった。よかったよかった。お腹いっぱいになったね。嫌いな人からの誘いでも笑顔で応えてしまいます。いや、やっぱ付き合いとかってあるし、なんかね、昔からの知り合いとかやったらちょっとね、なんか言っとかんといかんかなみたいな感じするよね。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。じゃん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 。あ、いいねいいね。今日は27,100円集まりました。ありがとう。はい、そしてゆるいち、今日はどんな服が。お、タートルネックとスカート、新しいやん。買います。黒影さんはいらない。彼女とかにどうですか。はい、そして今回ね、このトモコレの動画が400回目ということで、その記念の歌詞を送ってきてくれた人がいるので紹介していきたいと思います。今回はソロで。はい、あゆなです。あゆなの、はい、アイドルの曲サンキューフォーエバー、あさぽんさんが送ってきてくれた歌です。いいね。このね、ケーキの帽子結構お気に入りよ。いいよね、いいよね。ともこれ、ついにね、400回ね。長いな、400回。なんか信じれないほど、本当にありがとう。これからもね、お礼してね。ほんと最初始めた時400回も行くと思ってなかったよ。400回も行くと思ってなかったよ。長かった。でも長いようで短かったような気もするし。はい、ほんとみんなありがとう。ありがとう。はい、そしてミーニュース見てこう。こんにちは。こんにちは。ニュースをお伝えします。お願いします。ちょっと変わったお風呂。唐辛子のお風呂。なんだ、唐辛子のお風呂。考案したお風呂には、なんと、唐辛子が入っています。でもなんかあれやね、発汗作用とかありそう。なんか、汗とかいっぱいかいて、新陳代謝が良くなりそうじゃない。でもそういうのないんかな。マジのみに聞きました。日々進歩しますね。日々進歩。ほんとそれよね。なんか自分が死ぬまでにどこまで進化するんかって思うよね。はい、の今の時点でもうすでに自分の小さい頃と全く違うし。やばいよね。はい、それじゃあ、あと一人ぐらいって終わりにしようかな。はい、てつかちゃん、待って、ハートマークがないかどうかを。とりあえずちょっと希望を持って見てみたけどないな。はい、じゃあ、てつかちゃん入るよ。こんにちは。こんにちは。どうも。傘が欲しいです。え？指定？指定？そんな指定されること、そうそうなくない？どうしたん？なんでそれが被りたかった？しかも持ってないし、何、買いに行ってまで。いらっしゃいませ。買いに行ってまでか。おかげでありがとうございます。はい、じゃあこれをかぶっていただきましょうかね。ありがとうございます。傘が欲しいらしいから。
はい、どうぞ。何があった？修行に出るの？修行に出るんすか？あれやね、四国88カ所とか回るんやろ。リクエストに答えてくれて、いえいえ、まあね、物指定してくれたらそれが一番楽やけどね。楽やし、自分がなんかこう試さんようなものも欲しいって言ってくれるけん、それはそれでいいんやけど。はい、スライドパズルありがとう。答えてくれるってことは本当に心強いことですよね。しかも兄弟仲良さそうやしね。ゆうまくん、かけがえのない人。いや、いいやん。いいやん、ほっこりするよ。はい、それじゃあきつねうどんでもどうぞ。いただきます。ほいほい。さあ、どうすか。はっ、ダメ、あんまり美味しくなかった。マジか。てかこの旦那のゆすむくんさ、まあアスムの子供なわけだけど、今アスムとユニポンちゃん夫婦と一緒に住んどる大吉くんと全く似てないよね。びっくりするぐらい似てない。なんなら私、せつなさんに似とるなって思うんやけど。本当に兄弟なのか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、400回よ、400回。長かった。そしていつも見てくれてありがとうございます。多分これからも続くと思うんでね。頑張っていきます。